テイテレテッテイ。ちょっと不安にされるな、テイペルト。黒歴史よー。消えろ。ねえ、それ大丈夫？キンキンに触れてない？大丈夫やろ。別に記憶消すわけでないし。ただ単に過去の黒歴史動画消しただけやし。まあそんなら大丈夫やろ。仮に報復あっても中の人補正でねじ曲げ夜やろし。クソめたいな。あ、明けましておめでとうございます。作者です。今年もよろしゅうお願いいたんます。ミリアやで、って書き付いたら2020か。しかももう3月やで。作者、なんやねん。このチャンネルで最後にゆっくりの動画投稿したんですや。2年前、いやさ。茶番作ろうにもネタがなくてねー。イラストのメイキングはアイビスからツイッターに投稿できるし。あらとちゃんはうちのチャンネルやからな。それもよく行くゲーセンの録画台しょっちゅう故障するから撮影できねえ。実況仕様にもキャプチャーボードまだ買うてもろてないし。あれまだなんだ。ソニック不況動画作り直しも検討したけど2021にやった方がいいと思うんよな。30周年スペシャルでってか。まあネタ思いつくかキャプボニュース次第また動画出そうかなって思うてるんよな。おおよそ1年後になりそうやけど。1年後、多分高校卒まで許されぬと思う。早くて3年の学年末の結果出てからやな。大丈夫かそれ？見バレしない？まあ進学先とか名刺戦だけマシと思いたい。おう。まあそういうことで。でもまだお知らせあるな。なんねなんね。まず一つ、このチャンネルの名前を変更しました。柵の宿のゆっくりミニア、から、柵の宿、へ変更したんやね。まあ短縮しただけやからそんなにこんがらがる人少ない思うけどな。柵の宿チャンネルと呼んでくれれば幸いでございます。まあツイッターとかと同じ名称やからな。正式に言えば、柵の宿用つべか。ツイッターのは総本部、ほんといろいろあるな。全体の紹介は後でやるよ。アイコンとヘッダーは制作し次第変更するよ。だいぶ絵柄変わったし。そして二つ目、このチャンネルの動画のほとんどが消え去ります。そりゃは最初私がお邪魔女式で魔法を唱えた通りよ。消すのは、今まで投稿したこのチャンネルについて、軽動画、コラボ、今日、書き方、実況以外のゆっくり使用動画、となっております。ペインティング系は記録として残しておくらしいよ。完成データがほとんど消えたらしいから、新しいこのチャンネルについて、系はゆっくり制作していくよ。三つ目、キャラ名の営業記やめるし、キャラ自体めっちゃ変わると思うよ。営業記はまあめんどくさいって理由らしいな。まあそれは後ほど発表するとして。四つ目、オリジナル立ち絵、制作予定です。マジでそんな記録ある？ゆっくり作っていきます。だろうね。そりゃゆっくりのと茶番劇向け全身立ち絵も作りたいし、大丈夫なんそれ。いろいろと心配やわ。完成した暁には報告動画あげるし。茶番劇もやりたい。かっこ願望。そもそもネタと技術あるん？ネタは今から考えるし、技術は他の人の見るし、ゆっくりのアニメもやりたいな。目指せ棒紫キツネさん。それ言って大丈夫？批判してないからセーフよ。かっこ多分。詳しい方針は後でやるとして、お知らせ以上やからまとめるか。せやな、まとめた方がわかりやすそうやし。チャンネル名を、柵の宿チャンネル、へ変更、過去作ほとんど消えます、キャラクター大幅リニューアル、オリジナル立ち絵作る、茶番劇とアニメも作る、の4コンでお送りいたします。最後に各部署の宣伝して終わろうか。ドドン。まあ続報は総本部とここで流すから見逃さんようにフォローよろしくな。高評価とかコメントしてくれるとなおさらありがたい。質問してくれれば後ほど動画で回答するで。ではこれからも、柵の宿チャンネルをよろしくお願いいたします。